Hey. Nani? Hey.
Bye. Yes. Yes. Hey. Oi. Now. Bye.
Yes. Oi.
おい、そこのあんた何しに来た？この辺で立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが。あんたまた登場会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらよく言うな。だあの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。俺は立花不動産の話を聞きに。ふざけんな！お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ！
何なんだ。少しは話を聞く気になってくれたが、俺は立花不動産の人間がここ、あの人たちを売る気はない。ここの住人なら。ん？連中もこ。違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人なんだと。そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は道島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる。あんたらの社長から手を組まねえかとさ。あ？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、社長は何つってた。うちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか。わかもうここには来んなよ。ここの人たちは嫌。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守って。ま、一応ね。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うにはここらは神室町の根。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はない。さっきのビルの時とは随分態度が違う。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。さも仇の被害者ですって面してたがよ、あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね。それでもあんたらにはあんたらなりのルール。俺は小田ってもんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。いらっしゃい。
おお、何なんだあいつは。あんまり手間かけさせんな。ちょっとそこな、黙って金出せ。邪魔だ。俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら、ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから。なんだ？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら。てめえ、聞こえなかったのか。俺はここんとこどこ行っても歓迎だが、呼ばれた先で門前払いとは
だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どげ、お前らじゃ話。ガキが土地狂いやがってどうなって。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたんだ。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど。あの立花社長がわざ部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられない。河村町で不動産やってると荒事も多くてさ。俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよ。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。Yeah!
嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。信じらんねえ。オーダー、納得しましたか、オーダーさん。ええ、俺のどうなってる？あんたも正直。ええ、小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっき立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこの神室町という町を何と見ますか？神室町？さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ？東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れて神室町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体？桐生さんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは？あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと？おやっさんが？あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一坪の
風間さんが隠し持っていた情報、それは空の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は空の一壺をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですがそれを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんはクゼがあなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらお休んでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが空の一壺を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃない。